佐藤健治3月24日隊は、日本の政治家、滋賀県大津市長、元滋賀県議会議員、元大津市議会議員、愛知県岩倉市出身。1996年3月、同志社大学法学部法律学科を卒業。同年4月、日本放送協会に記者として入局。2004年、大津市議会議員補欠選挙に立候補し初当選。 2007年の市議会議員選挙で再選。2010年5月から翌年3月まで市議会副議長を務める。2011年、滋賀県議会議員選挙に無所属で立候補し初当選。2015年の同選挙で自由民主党公認で立候補し再選。2019年の同選挙で参選。2019年8月末、大津市議会の2つの最大会派。 水海誠会、新和会所属の自民党などの市議20人が佐藤に、翌年の大津市長選挙への立候補を要請。同年9月4日には立候補する意向を固めたことが明らかとなった。10月15日、正式に出馬表明を行う。 2020年1月19日投開票の同選挙で現職の小品を美の後継候補として立候補した元市役所職員の小西元明を破り、初当選。1月25日市長就任。当日有権者数28万534人。最終投票率39.77%。ありがとうございます。